紹介するわね。光の妖精イリデッサ、こんにちは。眩しい太陽の光をたくさん集めて虹色のカーテンを作るの。きっとみんなも気に入ってくれるはずよ。ロゼッタは植物の妖精よ。ごきげんよう皆さん。あなたの好きなお花は何かしら。お花のことなら私に任せて。ボンは動物の妖精。やあみんな元気？春になると鳥も蝶も元気に飛ぶでしょ。私たちが飛び方を教えてあげるのよ。すごいでしょ。そして水の妖精シルバーミスト。はじめまして皆さん。キラキラ輝く水面に指先でアーチの波を作ってみましょう。きっと気持ちが落ち着くはずよ。私たちはいつも妖精の谷ピクシーボローで季節を作っているのよ。今日はこの港に新しい季節春を届けにやってきたわ。綺麗なお花が次々に咲いていくの。動物も鳥も虫もみんなこの季節が来るのを待ってたはずよ。そう、みんなが心待ちにしていた季節、春よ。